というわけでようやく、ようやく2日目終わった。じゃあ3日目。えっ、ー、と、長崎市街五島列島2日目、こっちだ。で、翌日は本当はですね、この、先の民宿のところから出発して、残り全部走って、この、福江、福江空、福江港か。福江港まで戻って、次の、この、もう一つ大きな島がある、この上五島。これ、島の名前じゃなくてですね、中通島っていうんですよ、こっちは。 地方名が神との方に渡ろうと思ってたんですが、こんな感じでした。えっ、ー、と、ブリシャブ食べたことないんだよな。完食しました。あ <laughs> たってきてすみません。アニサキスって、アニサキス何入ってるんだっけそうは真実の影。なんかそれ、嘘を正当化してるように見える。パソコン。まあ、これ今デスクトップパソコンですね。んえっ、ー、と、自作はどれの話ですかねパソコンは自作じゃなくて BTO です。 お疲れ様です洋食はハマチブリとハマチってどう違うんだったっけ出世する途中がハマチじゃないんでしたっけ違ったっけ泳ぐには寒いですね。あでも後藤の海意外と暖かいらしいですよ。あれえっ、ー、とさっきの写真どこ行ったあここか <coughs> で民宿浜辺さんからは海が見えてました。朝外見たら。えっ、ー、とあ大きさやっぱそうですかねん女性の声。 聞こえない今回、お湯でなくて、大きさで鍛え抜かれ、あのサーファーの人いましたよむちゃくちゃ、あのー、むちゃくちゃ寒かったんですけどね。あ、やっぱハマチが大きくなったらぶりか。あ、PC の横に,横にっていうかですね、えーと、上に置いてます。メインのデスクトップの上に、自宅サーバー用のパソコンが、あのミドルタワーが縦に2個重なってます。これ、月ですよね。 ああ、結構ブレてるな。ブレるというか、改装とか足りないのか。レンズの端っこの方ですからね。で、まあ、朝ごはんは割とシンプルかな。で、まあ、海苔がたっぷり入ってました。味噌汁に。美味しかったです。えー、っと、綺麗景色、ベーバレたか聞こえたら、あ、そうそう、あの、今の黙っとけみたいなことをこそって言ってみようかなとか思ったんですけど。 私は絶対そういう演技しても滑るだろうと思って月家はですね、うんと、1K。L と D がないんです。天体観測、いや、あんまりないですね。子供の頃、子供の頃日食を母親と一緒に何か見たり、とか月食か。月食を一晩中見たりはしたことあるんですけども、イベントとしてでしたね。あ、そうそう、あの、マイナスになるんでしたよね。 えっと、これ、たくあんです。4時頃、星が。うーんーと、焼き魚は、これは何だっけサマかないや、アジかな違うな。サバかなここにあの、税後っていうあの、ギザギザがありますけど、サバ、これなかったですよね、確か。そう、民宿のご飯です。大瀬崎、東大はどこでしたっけ東大はですね、あの、 ミイラクの半島の先っちょしか見なかったです何畳くらいですか私の部屋がですかえーっと20平米ぐらいだったと思うんですけど畳敷いてないんで分かんないです一日中サーバつーけっぱなしだとですねちょうど今日あのテプコから請求書があの電気ご使用料のお知らせが入っててさすがにあの最近寒くて暖房少し使ったりしてるんで二段料金だいぶ入っちゃってますね 1、えー、一段料金2266円80銭2段料金1309円88銭でもろもろで4931円ですね結構使ってるな1人暮らしなのにで <laughs> 目玉焼きにソースか醤油か私は醤油かなサバサバですかねこんな感じで充電はこの時はもうだいぶ外してたかなあこれ GoPro ですね えーっと、ギザギザが美味しくないだろ、あれ。えー、っと、ズーラッシアにあった、あー、深夜行きましたっけ行ったな、そういや。なんか、ナイト下がりとか行って行きましたね、昔。昔って2年ぐらい前かな。宿の西側、あー、行ってないです。あー、じゃああっちの方か。この、左側に出っ張ってるとこですかね。あー、行ってないです、こっち。距離的に考えて往復してくんの、結構時間かかるなと思って諦めたんですよ。 えーえー、安いですか安いかそうかなあの、省電力のパソコン今までずっと買い続けてるんで、それもあるかもしれないですけど、私はなんか二段料金いったら負けっていう気分なんですよ。安いかなそんなに皆さん言ってますかそう、ブラックエディション。4万ぐらいするやつ。冬場夜勤多くても6000円超える夜勤夜勤 ?9 代の人。あ、大学は秘密です。大学に関しては絶対秘密です。負けです、負け。 あ、で、これ結構私写真として気に入ってるんですけどね。この地元の人しかわからない <laughs>。この、しかも地元特有のなんか張り紙。茹で干しカンコロ習慣について。カンコロっていうのはあの、さつまいものことですね。えっ、ー、と、茹でて薄切りにし、違う違う。乾燥させて、皮むいて薄切りにして、で、茹でてからもう一品干すんでしたっけで、 これってどっち側なんですかね皆さんが作った茹で干しカンコロを買い上げますっていうことなんですかねで、両目みなかけ。みなかけって何ですかみながけ ?1.1kg か 11kg かなこれ。で、乾燥折り曲げてパキッと折れるくらい。で、高けいそのた A。A とか B とか意味がわからないんですよ。なんかこういうのグッときますね。あ、断崖が。 一万いかないのはそうかな。一人暮らしですよ、でも。うん、家にいる時間も少ないですね。いや、少なくないよな。私はそんなに残業バリバリやってないんで、や,やってないところ、最近ほとんどやってないんで。ん検索したらはどれだっけ冬は一万、結構。あ、わらそぼってあの、顔がすごいやつですよね。食べたことはないと思います。確か。写真撮るのは枚数撮ってるからだと思います。あー、で、ここでなんかオーディオデバイスがおかしくなって、 あの、ウェブカメラマイクにして、で、風音が入るってうんで、この間、あの、福島でやった、福島、米沢か米沢でやった、なんだっけこれなんだっけススキだ。あの、ススキ風防やりました。で、そしたこの,状この状態だったらの GoPro の方にこれ入っちゃってるんですよね。で、それに気がついた後で上切り揃えましたけど。えー、っと、暖房入れたら8万 ?8 万って、まあ札幌か、なるほど。8万って、 うん、カンコロ持ちに混ぜ込むやつですね。寝てるんでしょう。寝袋に入ってるから暖房あんまり使ってないってなるかもしれない。ススキフーボーですすき風呂で、そうそう。声が太かったけど原因、いや、わかんないんですよね。あの、タブレット使ってやったらって話です。んタブレット使ってやったのはこの間、うん、この時ですよね。あれは相性だと思います。 んーと学生さん、学生さん,ん、学生さんって今何の話でしたっけどっから学生さん出てきたえっ、ー、と、GoPro ケースは、えー、これ使ってるのは純正のやつなんですけど、これあ雨っぽかったんで、朝からもう GoPro ヒーロー、一つ前の GoPro ヒーロー2ってやつをあの専用ケースに入れて使ってました。あの3のケースはですね、ここに穴が開いてないんで、あのバッテリー繋いだ状態であの雨の中使えないんですよ。ケースに入れると、あの、 線がつなげないんで家のサーバーバ何、えー、だっけこれは Pentium M じゃなくて何だったかないや、M だったかないまだに Windows XP です。あのー、サーバーの方は。ベッドの上に寝袋で寝てます。えー、これは海ですね。で、何の写真かっていうと、これです。なんか怒りがあちこちに落ちてて、これ2箇所ぐらいで見ましたけどね。なんでこれ怒り捨ててあるんですかね しかもあの、この状態で錆びずにずっとあるっていうのは。そう、寝袋です。ススキフボ、意外と効果あるんですよ。結構びっくりするぐらい効果あります。そう、ヘルメット、あんまりたくさんつけると重くて、あの首が,首が痛くなるというか、頭がなんか痛くなってくるんですよね。一部があの圧迫されるせいなのか。ペンテル、ペンテル。寝袋はモンベルです。モンベルの1万円くらいかな。で、冬場は寒いんで、 何だっけ、ナンバー、ナンバーが1から5ぐらいまであって、1が一番分厚いんですけど、今使ってるのんとと何だったっけ、すいません、分かりません、ね、多分えー、っと、1と3とか、そんな組み合わせだと思います、あのマイナス太陽のやつを、さらに、あそう、0はさすがに持ってないんですよね、分厚いんですよね、あれ、そう、怒りに船を、どうなんですかね、で、これはノリですか こっちからこう見えてるってことは多分あの上から見たら丸になってるんだと思うんですけどメガネもああそうそうそう痛いんですよねメガネあの慣れなくて締め付け締め付けられてしまうとうん今寝袋に入ってますあの胸まで寝袋入って椅子に座ってで暖房を今何度でかけてたかな暖房をマイナス2度でかけてるえっと標準温度マイナス2度でかけてますねちょっとこれは今贅沢しすぎかもしれない 最近まではあの寝袋だけで行けたんですけどね。風呂上がった後。家のサーバーでホームページを公開していますあの。YouTube に上げてる動画を、えー、参照してあの、イベントリストとか組み合わせたページ表示するのに使ってます。で、えー、とこれは荒川温泉のところかな。これ温泉地帯に入ってないんですけどね。えっ、ー、と、場所が、場所が、 まだこの辺りか荒川温泉近くに木崎ってとこもあったんですけど水に行っちゃいましたねこの時雨がパラパラ降ってました <laughs> あ、ハマチなるほど魚なんですかねタイヤヒラメのうーんコンタクト使ったことないです割と食わず嫌いですのりかな丸あ丸だったらなるほどそう、身のし状態ですいやあの本当にですね暖房使うよりもこの方が暖かいんですよ そうそう。だから今日は暖房つけて、あのー、寒さんに負けてます。ん ?IP 拾われてる。あ、サーバーですかね。アクセスしたら拾いますよ。最近も長らくログ見てないけど、全部記録してますからね。えっ、ー、と、ご飯好き嫌いは、内臓系がちょっと苦手ってぐらいですかねた。まあ食べられますけどね。うん、足湯があるとこです。これです。ほん、う,うちょっと今コーヒー飲んで、ね すぐ先に足湯があって、あんまりこれはっかくないんですよね。寒さに負けてる感じでした。そう、猫が来たところ。で、この左側の方からお湯が入ってるんで、あの、ぬるいときはこの左の方に入るといいんですけど、ね、奥の方に。ホルモンダメじゃないけど、ちょっと苦手って感じです。コーヒー飲んだら、ああ <laughs>、猫が。猫は確かこのときのは見られるはず。えー、っと、 と、この写真が11時20分だから、それに近いじ、どこだえーっと、1、2、3日目か。3日目で11時ぐらい。これだ。あれちょっと待ってください、今動画探してます。これだ、この次だ。 えーっと、これだ。こうしてこうしてこんな感じですかね。<noise> で足湯から上がってこの辺りだ。 知ってますかね、えー、そうタイツですタイツプラス短パンです長ズボンもあるんですけどねこっちの方が動きやす,きやすいんで靴下、ね、えーっと足湯といえば靴下あそうそうマイクこの時結構2回お湯につけちゃったんですよね来たち,いいちょっとあの GoPro の方のマイクの音なんであまりよくないんですけどね じゃあ、この枠の残りは猫の動画にしとこうかな。そう、パール泉の。だったかなパール泉の。5度対応、ああん。私の使ってるやつじゃなくてかな。ここで s d カード落としてません。落としてません。ちょっと映ってるところもあった。この猫はもうすり寄るすり寄る。どんだけ鳴らされてるんだってぐらい踏、あの踏みつけそうになりましたからね。足の周りを。うん あのすり寄ってくるんでそそうそうなんか,か髪の毛みたいな模様してますよね頭のところまた太ってた,たかき上がったあこの太った人はですねここのとこは黄色くなってるから多分同じ人だあ ID モデル、ID モデルやばいやばいなんかこういうのさらすとさらしたりすると配信的に反撃されますからね真ん中開けそうそうあの なんか真ん中に白い切れ込みがあるんですよね、模様にさらしさらし今、なんかちらっと ID 出たよなでも別にあの、コメントビューを見てる人は分かりますからねしかも私はこれが全部データベースに記録されるんでののま,、ね、まあ生 ID だったら過去にわたって全てのものが一瞬で検索できますね猫 <laughs> の動画見ながら何言ってんだろう残り1分ですけどじゃあこのまま 猫をしときます付けやっぱこれすり寄ってくるのは餌もらえると覚えちゃってるからなんですかね<う>好きでどうなんでしょうかいや私猫にも結構嫌われるんですよあのなかなか寄ってきてくれないんですけどこいつは多分特別なんだと思います,いす、ね、太ったさんあそれもいいですね太ったって聞かれればもうその人だって分かるから、うん、えともう一枠やります 最近、なんかもう11時過ぎに始めて一枠ばっかりなので延長じゃなくて次役取りますんであ、声聞こえた縄張り式もあるんですかねでも明らかに人間に甘えてますよねうそう0時過ぎまあ、どうせ4時,と4時まで起きてたりすることもあるしじゃあ次役で。 いい人に、ああ、痛い目にやってないってことか。<っ>よし。うん、あの鼻結構綺麗ですね。うん、多分、ここの足の転足猫なんじゃないですかね。ね <laughs> なんか首筋はあんまり。やっても。もう、壊してしまいます。 さん本当に相んのつもりかいらっしゃいませ猫動画ループ再生でそうですねあのコメントはこれで十分稼げますねお<ー>ああコーヒーがもう冷めてしまったもあほらこの,あの踏まれそうな感じ踏まれそうなまだ積極的に来られると止まりませんね いいらっしゃいませそう普通のメディアプレイヤー使ってます<ー>この甘い声 <laughs> 若いまあこ子猫じゃないにしてもかなり小さい方だと思いますというわけでえっ、ー、とすねつけますね Z さんと渋峠、えー、の前のあそこは牧水峠じゃなくて呉坂峠かあそこ行く途中に見たあの大岩フラワーガーデンだったかなの猫の館もすごかったですねすり寄ってくるやつはすり寄ってくるしでもあんなにたくさんいて1匹しかすり寄ってこなかったなえっ、ー、と若い男若くないです次の写真行きますか <laughs> スむスむスむ <laughs> というわけで引く引く離れたという感じですかねうーん5分むらいこれ流してたっけ？むふむふむふの女性だったら、ああふむ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 ふ あ、猫写真まだ撮ってた。この顔、割と綺麗、綺麗とまではいかないけど、野良猫にしては割と綺麗ですよね。ん誰かと話してる。ん誰かと連れて、<laughs> バッグに。額ってそうなんですかね額になんかその匂いの線ってあるんだったっけいらっしゃいませ。猫は追いかけてまでは来なかったです。あそこの足湯に専属なんだと思うんですよ。押しこしたくなくならないです、別に。あ、したくならないです、別に。 けてるかな。割とあの若い方だと思うんですけどこの猫うん飼われてますかねそれかまあか愛がられてんのか怖い <laughs> んでこのあとちょっと晴れてきたんだったかなでも全体的にあんまり天気良くなかったですね艶がいいからですかねあっでここあれだあの高浜海水浴場えー多分この クジマの中で一番流行ってる海水,浴海,水浴の海水浴場じゃないかと思うんですけどこのエリアがそうなんですよねで実はこっちの方にもちょっとあのこれ水があの海水入ってるように見えますけど写真で見ると多分こんな感じこれ砂浜のところなぜか海で海で描かれてるんですねえー、っとそうパノラマ写真です歯が綺麗飼い猫って歯,歯磨いたりしてるんですかね で、ここがまたむちゃくちゃ寒かったですよ。あ、これはカップルじゃなくて、確か、男性が3人で歩いてるところですね。車の人が来てました。ここも風が強くて寒かったです。<laughs> ビキニ、東シナ海、えー、どこが東,東,東シナ海なんでしたっけ干潮時、いや水、海ここまで来ないんじゃないですかね。Yahoo マップを、あ、これあの、 えっと、ルートラボっていうサイトを使ってるからです。あの、Google マップはですね、この GPS ログをアップロードしたり、あとこういう標高差が出たりっていうのはできないんで、多分できるサイトも誰か作ってはいると思うんですけどね。でもこのルートラボが一番自転車乗りには使いやすいと思います。作ってる人もなんか自転車乗ってるし、テロリスト、こんなところで。あ、で、これあんまり寒いんで、あの、あったかい紅茶飲んだ時ですね。 寒い寒いながら飲んでました。で、こんな寒い時に、あのー、海に出てるバカ野郎がいる。でも実はここ、暖流が来てたあかいらしいんですよね。あ、ルートラボ作ってる人とですね、ツイッターで一回だけ絡んだことあります。えー、何さんだったっけ ?ID 名思い,出す思い出せないけど。で、いろいろ、あのー、プロフィールマップに色つけてくださいとか要望をあげたんですけどね。 えっと、飼い猫も歯磨いてやらないと黄色く、あ、そうなんですか。磨いてやってるんだ、普通、あの、飼い猫って。サーファー自殺。<laughs> そう、まあ、水がきれいというか、これ多分ですね、あの、砂浜がきれいなんだと思います、水底が。で、えー、っと、さっこの先の、えー、どこだっけあれえーっと、あれちょっと待ってください、高浜、あ、こっちか。 そそうそう、こういうトンネルがあるんですけどこのちょっと外れた旧道の方に展望台があって行ってみたら結構良かったですうわ小さいこれ一つながりの,あのパノラマにできないんですけどね右がこんな感じでで左側がこうこうこんな感じでこれがさっきの海水浴場ですね ちょっと明るい方に色,を合,わせる色を合わせてあるから暗いですけど。えーと、絡まれてないです。問題発言なんだっけ人形。んさ今の写真はあの、サファーのことかなルートロボ、オラビザキ。オラビザキオラビザキはどれだろうここのことなんですかね。そう、パノラマです。こんばんは。オラブ。 うん、九州ですよね、オラブって。叫ぶって意味のオラブは。で、これがさっきあの、えー、写真撮って、缶紅茶飲んでた、飲んでた休憩所があるとこです。あの、少し久しぶりあの、自販機見つけたんで嬉しかったです。そう、島って感じ。私はこの先のミイラクの半島が一番島っぽい感じになったんですけどね、道としては。で、ようやく一つ目、あの、一つ目というか、 途中にも教会いっぱいあったんですけどね、あの初めてちゃんと教会見に行きました。海津教会というか海津教会かな。で、あのー撮、基本的に中は撮影できないらしいんですよ。なので、見るだけ見に行こうと思って、あのー、入り口に手をかけたら開いてませんでした。まあ年末だか、年末だからですかね。で、中はこんな感じらしいです。ステンドグラス。 こういう教会あ、でも島の中やっぱ結構、あの、まあ、観光名所でもありますからね。これ貝津かな、貝津かな貝津かな割とあの建物としては、学校っぽい感じだったかな。で、こういうのは写真だけ撮ってちゃんと読まないんですよね。えー、何かが消されてる。貝津境会雑木林の中には、何が、何が消されてんだろう、これ。 何か建物がなくなったりしたんですかね。日本の教会。うん。結構その作りも色々、あの島の中でもバラバラだったみたいです。で、この写真何かっていうと裏道です。あの、ここに教会があって、で、地図見たらなんかこの先はずーっと道が続いて、あの、裏道があるみた,いだったみたいだったんで行ってみました。まあ、田んぼがあるだけだったんですけどね。ちょっといい感じの道でした。 会,津教会で叩き潰された叩き潰された。そう、裏道マニア。まあ、あネローさんには負けますけどね。あの、ネローさんと一緒に走ると本当びっくりする。そこまで裏道にこだわるかってぐらいに裏道行きますからね。で、えっ、ー、と、この写真はですね、確か自衛隊の、これは航空自衛隊だったかな。あの、福江島の、えっ、ー、と、ミイラクの、もうこれミイラクの半島のところに来てるんですけど、 ミ浦ラ関東っていうのはここのことなんですけどねこの左上の出っ張りでこの辺りのちょっとした山のところに自衛隊の基地があって文屯地か文屯基地でそれの手前のところにですねあれあこれかなんかあの飛行場みたいな敷地があるんですよこの通りこの周りの田んぼの感じもいいんですけどねあしまった でも実際行ってみたら、あの、滑走路も何もなかったです。これってなんか敷地だけ確保したけど、滑走路作りませんでしたとかそういう話なんですかね。えっ、ー、と、本堂に合流した後、うん、逆方向に走ってこの空港みたいなところ見に来たんですよ。ただ特に何もなかったです。原子力、裏道、結構裏道好きです。特にあの、旧道で、あの、昔の家がそのまま残ってる感じのところが味があって好きですね。 エリア55。戦車はなかったです。感染が嫌いああ車が多いところは嫌いっていうのはありますねうんたまに道ないとこも走ってますねえーっとそうですガーミン使ってますんなんかガーミン映りましたっけ映ってないよなあれなんでなぜガーミンとバレたそう田んぼそうなんかあのこの周りの航空写真で見ると綺麗なんですよね こっちの方と、あと、えー、こっちの方にもあります。キャンプ場があるところ。この辺り回ってみたかったんですけど、天気も悪かったんで、あんまり回れませんでした。えー、と、地図に戻して、で、ここに道の駅があるんですよ。これは、えーっと、コメントじゃなくて、私は持ってった観光雑誌で知ったんだったかな。ここの道の駅って昼にバイキングやってるって書いてあったんで、まあ、特に時間も確認せずに、行ってみたら、あの、ラストオーダーギリギリでした。 13時半ラストオーダーで、今この写真は13時20分です。そう,そう、田んぼ丸いんですよね。なんか綺麗でした。あの、航空写真で見ると。ただ、下から見るとそうでもないんですよね。で、あの、中に入って、書き込んだらですね、あの、もうラストオーダーギリギリなので、この、これしか残ってませんですけど、いいかどうか一応確認してくださいって言われて、で、あの、見て、 ろくに見ずにいいですと言って入りました。1050円で食べ放題です。結構地元のものが使ってあるっていう,うにあに観光ガイドには書いてあったんですけど、まあどれかそうかちょっとわかりませんでした。オスプレイ、オスプレイも滑走路はいるんじゃないですかねいらないのかなチッチバンドっていうとあれですよね。ハートレートモニターですよね。いや、使ってないです。私はあのスピードメーターとかあの、えー、ハートレートモニターとかつけてないんですよ。普通のスピードメーターすらつけてない。 スカイマーク着ないしではないんですけどね。それはあの1月何日だっけ ?3 日にいた話ですね。なぜ小野の妹子そう、開いてました。で、ちゃんと写真撮ってないんですよ。急いだんで。食べること優先したんで。イカセミパスタこっちかな。これ食べてない。で、あと、これカニカマとか卵のお寿司だったんですよね。これマグロかな。で、鶏の唐揚げと、えー、これおでん。 えー、切り干し大根こっちも卵焼きかでこれがえっ、ー、とグラタンでキムチ鍋この蒸し物食べてないのは何だったかな <laughs> あとこの天ぷらも食べてないんですよこっちにうどんがあってでとりあえずあの私チョイスはこれでしたおでんとキムチ鍋とサラダとこれ多分吸い物じゃなくてうどんのついたと思うんですよねであと寿司とか グラタンとかそうあのまあ1000円だと高い安いもう特にないかな中間ぐらいですかね普通ですかね量が種類はかなり多かったですよでっかいテーブル3つ分ぐらいありました海外旅行は言葉の壁があってまだ行きにならないんですよまだ今はまだ残飯 <laughs> みたいまあもう結構もう最後の方だったんですね食べる時間も30分だけでしたで 意外に美味しかったのがこのドレッシングなんかあの柚子の味がするドレッシングだったんですけど妙に美味しかったですで多分この野菜も地元野菜じゃないのかなと思ったんですけど分かんないですねであとこれがあのやっつけやっつけだ子だったっけやっつけ団子。これクレープの皮にあんこが巻いてあるんですよただあの、えー、やっつけ団子で検索しても出てこないんで 道の駅オリジナルなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その地元の人のオリジナルなのか。<laughs> えっとお、おだまき虫、おだまき虫。バイキング、そうそう。私は最近、あの、食べ放題だからといって、体調悪くするほど食べないようにはしてます。うん、うどんのつゆっぽくて、割と濃かったんですよ。まあ、煮詰まってるのもあったのかな、時間的に。2倍。そうですね、ちゃんと早い時間に。食べ放題1000円ですかね。 で、この後また道の駅の、あの、まあ、このフリースペースのとこ行って、この脇のところに回転焼きがセルフで100円で置いてあったり、あとコーヒーが100円で置いてあったり、ちょっとこの辺りいい感じですよね。で、ゆっくり休憩しながら、あの、どうしようかなと思ったんですけどね、この時点でもう、えー、3時近くで行こうと思ってる、えー、フェリーターミナルまでは、 まだ20キロ、30キロぐらいあったのかな。だったので、ここでくじけました。あの、ここにユソステルがあるんですよ。こう道の駅で。なので、あの、休憩中にここに電話して、実はあの、えー、っと、前々、前々日に泊まろうと思う前日か。前の日に電話したら、あの、大掃除だ、大掃除でやってないって言われて、で、この日だったらやってるっていう話だったんで、電話して予約して、 あの、OK だったんで、もうこの辺りぐるっと回って泊まることにしました。いきなり団子は確か熊本でしたっけあ、そうそう、デカ盛りの店とかは私はあまりなんですよ。あの、結構近くにジローができたんですけど、あの、ラーメンのジローが。2回行って懲りたかなあの、私はたくさん食べることに、あまり意義を感じないです。個人的に。太ったさんが。 あ、ちなみに、缶コころも買って、あの、買ってったんですけど、これ、結局、福岡の実家まで、実家に持って帰るまで、あの、炙って食べるタイミングがな,なかったです。いや、この辺全然放送してなかった。いや、この後やったか。この後、確か、このミイラクの半島を回ったところは配信したんですよ。ただ、これも電波は怪しかったですね。そう、回転焼きは腹いっぱいで食えませんでしたけどね。うん、こういうの、あの、いいですよね。 地元,の地元の人とかもあの普段くつろいでそうな感じで。この音ですよね。甘いもの採血。あれもなぁ、どうでしょうの話ですよね。あれはミスター本当に辛いんじゃないかと思います。あんなに甘いものたくさん食ったら普通の人だって <laughs> きついと思います。カロリー高いというか食ってると苦しくなるんですよね。太ったさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さっき言ったか。えーと、生ではっていうのは何でしたっけ生。生。 うん、この辺りが私、あの、一番島っぽい感じだと思いました。あの、こういう細い道があって、周りが椿とかの、あの、椿が生えてる林とかだったりして、で、たまに民家があるっていう、こういうところなんか風景的に好きですね。で、先端の方に来て、これが灯台です。また空の色が安くなってるなぁ。日差しがそうそう。まあ、この時も降るまではいかなかったんですけどね。で、 確かこれ工房大使でしたよね。工房大使と、えー、これじ、自本街でしたっけ意味わかんないんですけど、私は。意味知らないんですけど。なんかこういう火があって、あと灯台があります。かんころち生。あー、生で食べてないですね。福岡の実家に帰って、あの、切って炙ってた、炙るというか、あの、オーブンで少し焼いて食べました。美味しかったけど、えー、この翌々日かな。 2、に道端でもらったあんこ入り観ル餅が一番美味しかった。あれ、売ってないのかなって思うんですけど、まあ、この後、数日後に写真で出てきますので、あ、そう、出来たては、あの、つきたての餅に、あのー、混ぜ込むんですよね。混ぜって作くんだったっけうん。カメラの補正で、あ、そうそう、あのみ、青とか緑色が強調される設定にしてます。で、こちらが、えー、五ミイラクサンセットユースホステルです。 で、ま、中は本当に普通の民宿な感じですね。ここは確か一泊二食でいくらだったか5000円しないくらいでしたね。そうそう、ミイラク。あの、このミイラクです。ミつツイラクと書いてミイラク。本当にミイラクで合ってるのかなあまり知信ないですけど。あ、そうそう、子犬の宿です。あー、子犬の動画はこの中にあったっけえーっと、写真しかないな。まあ、あの、YouTube の方で。 見られますので、えー、っと、まあさせ、先に写真見せますね。で、食事は、えー、水イカ。水イカが何だったっけ水イカが、えー、っと、地元の名前が水イカで、関東で何て言うんだったかな、どっちかがケンサキイカで、どっちかが、えー、アオリイカなんですよ。で、これはニュースのオーナーさんが釣ってきたやつ。 取っ,てきあの取ってきたやつですでこちらですあのもうすでにコメント出てましたけどえー、っとあれモジョンモジョン名前はモジョンあのひらがなかカタカナかもわかんないんですけどそう私ユースの会員ですイカぞくしですしょぼいまあ前日はちょっとすごすぎたんですよね そうでこの犬がですねめちゃくちゃ可愛いんですよ。あのー、ラブラドールの雑種、あのー、父親は純血,純純血種って言うんでしたっけで母親が雑種だったかななんですけども、今、可愛い盛りで、まだは、まあはえー、と歯が生えてないので、甘噛みしても全然、あのー、痛くないんですよね。えっ、ー、と、ポシンタンとは何だ 犬料理のことかなセーフ。クマ。赤い斑点。あ、これあの、えー、っと、オーナーの奥さんです。オーナー奥さん。多分同世代じゃないかな ?40 代くらいの人じゃないのかなで、尻尾とかかわいいんですよね。そうで、あの、さっきのこのモジョンって書きましたけど、モジョンで検索すると多分 YouTube ではそれしか引っかからないと思います。なので、動画の方はそちらでご覧ください。 今これ動画再生するとろくなことにならないと思うんで <laughs> なぜかこのピカサで再生するとハングするんですよピカサがそう本当に可愛かったですずーっとなんかクンクン言いながらこたつから出たり入ったり甘がみしたりで6匹生まれたうちの、あのー、5匹はもうもらわれていって最後の1匹がこのモジョンなんですけどあの,ー、その夜,夜世話しなきゃいけないような状態が終わったら近くの おじいさんに引き取られる予定なんだそうです。夏ぐらいまで、いるのかなあであのこのニュースはですね、トライアスロンとか、合宿の人が夏によく利用するとこで、夏場はかなりいっぱいらしいです。あと、オーナーさんが強烈で、ずーっと喋りっぱなしでしたね。であの、トライアスリートのオーナーさんなんですけど、オーナーさんの話は長すぎて、長すぎて話題が多すぎて、全部モーラできないんですよね。 何を話したたんだだっ。っけ。あ、そうだあの今ですね、この五レ列島では、えー、っと、この島特通貨っていうキャンペーンやってて、これが5000円で6000円分のチケットが買えて、それを使って宿とかに泊まれるってやつなんですけど、その1000円分得するって以外に、この福江島では、 えー、2,000円分のキャッシュバックがあったり2,000円分のお土産がついたりっていうなんかさらにお得になるキャンペーンやってて実質3,000円で止まれたらしいんですよ買ってきときゃよかったあのフェリーターミナルでしか売ってないのでもうこの島途中まで回ってきてしまうと買えなかったんですよねうんとこれはこれであざともちろんあざといですよ何をおっしゃるやらフェレットああフェレットはあのイタチですかね そそうそう、島特通館の話とかあ思い出したあとあの福江島にはですね夏場に30代の綺麗な女性がたくさん来るんだそうですよであのー、結婚狙ってるんだそうですだからこの日の泊まり客は私の他にですねもう1人40代ぐらいのあの1人旅でしかも独身の自転車乗りの人が来ててランドーナの人がでコメントが全然そっちに反応ないなで なんか30代が多いって言ってましたよ。で、その、同泊の人と私に向かってオーナーさんがもう、えー、っと、ずーっとこれについて話をしてましたね。これってあの犬の方じゃなくて、婚活の話してましたね。なのでな、絶対夏に来なきゃいけないって言われました。夏の遠征先が、うーん、<laughs> まあ確かにリベンジはしたいんですよね。というわけで、他にもなんか、 いっぱい話をした覚えがあ,あるんですけど、よく全部思い出せないな。ちゃんとどっかに記録しとけばよかった。